はい、オブスタッフヒロです。いつも本当にありがとうございます。今日は太陽の煎茶夏の収穫の現場に来てます。そしてこのビデオは茶畑の煎茶風景、煎茶工場で煎茶の製造工程、そして、私たちスタッフからおすすめのお茶の入れ方をご紹介させていただきたいと思います。最後まで見てね。こちらのお茶、今日はですね、太陽の煎茶夏を紹介していきたいと思います。はい、茶葉がですねこちらになります。こちらですね、これが、2番茶をですね、夏に収穫した2番茶なんですけれど、こちらの露地物になります。これをですね、荒茶でしかも火入れなしで届けるという茶農家しかもう決して飲むことができないお茶ですね。こちらの方を今日はご紹介したいと思います。で今日はですね、夏は海ということで長崎の海の方に来ております。楽しんでいきましょうね。はい、ではお茶の入れ方いってみましょう。こちらがさっきお見せした太陽の煎茶夏ですね。こちらの方の封をまず切ります。でこちらの中に 5g の茶葉が入っております。これを急須に入れます。はい、そうですね。でそして平らにしてやつですね。でそこに200ml の水を入れます。あ、水じゃないですね、これお湯ですね。これはちょっと屋外なので、こういうボトルに入ってますけれど、沸騰したお湯を持ってきております。こちらをですね。で抽出時間はですね、だいたい30秒ぐらいですね。このお茶ですね、結構渋みが強いんですよ。なのでさっと出すっていうのが美味しさの秘訣になります。いきましょう。回しすぎですね。耳の上でお茶を入れるのは僕も初めてです。最後の一滴まで絞り切ります。入りました、一煎目です。さあ、じゃあ飲んでみましょうかね。こちらが入ったお茶になります。見えますかね。いただきます。美味しいですね。まずですね、もう少し青臭いぐらい、なんていうんですかね、もう青春っていう感じなんですけれど、このお茶の旨味の一つはですね、少し青臭いぐらいの香りがするんですけれど、その口の中に含んだらですね、次に煎茶の香りがふわっと広がってきて、そして渋みが出てくるね、それも爽やかな渋みでですね、その後に来る甘みと相まってずっと口の中にいるっていう感じです。これがもう火入れしてないお茶の香りっていう感じなんですけれど、こういう味をですね、感じさせてくれるお茶っていうのは本当に少ないんですよね。これが本当に太陽の煎茶夏の特徴です。入れる時の入れる時に特に気をつけないといけないポイントとしては、まずですね、こうあまり長い時間抽出しないっていうこと
ですね。そうするととっても渋くなったり、ちょっと青臭さが強くなったりします。なのでこの爽やかな青臭さっていうところ、この青春そのものって感じなんですけれど、これを味わうためにはさっと入れる、これがもうとても大事です。で1煎目はだいたい30秒ぐらい抽出で、2煎目は同じ100度のお湯を使ってだいたい45秒で、そして3煎目は1分ぐらいって感じですね。こう入れるととっても美味しくなります。そしてですね、水出しもとっても美味しいです。こんな感じですね。これは茶葉 8g で、大体ですね、1リットルぐらいのお水を入れております。でこれをですね、今そうですね、作るのが大体30分ぐらい前だったんですけども、これぐらい出てますね。これをちょっと飲んでみたいと思います。色はね、こんな感じですね。色ですかね、こんな感じですね。これぐらいですかね。全然違うんですよね。煎茶っぽさがより強く出るんですね。お湯で出すとこの青春な感じで、それからお水で出すともっと煎茶らしい渋みがあるって感じです。太陽の煎茶夏、ぜひ楽しんでみてください。力こっちの風。